どうも、くまです。今回は第83章決着と新たな旅路やっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、また水でしょうね。ここはお決まりだな。みんな、どうしたんだ。それにおいらもよくわ。港からこの道中てめえ、カイン、カイン、カイン、いや、できることイデルバオーク、カインさん、カイン、心配いらねえよな。いや、キング、あの鳥の子だけでしょ、止めたければもう俺たち。おお、戦闘か、マジかよ。オッケーオッケー。じゃあついに来るのかな、キングが。でもこの戦力でキングに勝てると思えないんだが。これはディレイかけましょう。オッケー。これキングと戦闘もしかして。あ、違うね。なんだ、雑魚か。まあ一応フルスキル使っておきましょう。オッケーオッケー、余裕でしょ。オッケー。いや、カタリナ二人旅怖え。キングいいやつだな。兵たちが、この度はカインが。そうそう。ことオイラたちと。なんとか、実はその時、それで何か、あの砦には。君は。それについては、ただあれを抑えれば、まあ。そうです。それで。ああ、そうそう、人探しを。それならここの制圧国を。なるほど、今の私たちにとっては。おお、また水か。また水か。オッケー。一時は状況は。いやいや、いや、え、この島を出る。お前がそうだ。だがもし最小の、それはつまり最後にそれだ。いや、詳しい話だから早い。はい、あの時から。はい、団長さん。くそー、レオネ助けてくれ。俺は勝てる気しないぞ。とりあえずこうして戦いますか。勝てる気がしねえぞ。うわ、弱体回復すんの、厄介すぎんだろ。リレーかけて。
また弱体入れるしかないね。弱体反応するのかな、もしかして。あ、反応するわけじゃないんだ。1ターン目固定だったか。オッケー、倒したかな。なんだ、キングはあんまり強くねえじゃねえか。魔性に似た力はどこ行ったの。もう音でいいっすね。オッケー。しかも1個。オッケー、83章クリア。お、しかも新しいの手に入れたね。大丈夫。でもこれ今はと、はい、イデルバを島のふまた反乱の死なせねえ。俺はこいつ村のやつらと方法は。さあ、また新しい区域ですね。グロース島か。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。